小見吉です。今日はアプリオのバッテリー交換したいと思います。ネットで、バッテリー注文しました。型番 YT4BBS っていうやつですね。50型じゃなくてもう中に入っているタイプのバッテリーでも最近このゲンチャリエンジンかけてもライトがつかなくなっちゃいましたんで多分バッテリーがないと思われます。ライトがつきません。ただ、ウインカーはつくみたいです。あと、ブレーキもちょっと分かりづらいんですけど一応つきます。ヘッドライトだけはつかないのはやっぱりバッテリーがたまらないと多分つかないんだと思われます。それでは交換したいと思います。まずここ外してから開けて、この2箇所を外してこう外す感じになると思います。じゃあやっていきたいと思います。ここがですね、ここがこう引っかかるようになってるんでここを外すと簡単にずれました。こっちもやってみます。外せましたね。で、こう簡単にずれました。こんなん入ってました。GT4B5 ってやつですね。これを外せばいいのかな。簡単に外れました。で、これをつければいいと。マイナスとプラス、間違いないようですね。バッテリーじゃないのかもしれないですね。ちょっとこれはバイク屋さんに聞いてみたいと思います、これで動画終わります。三好でした。バイバーイ。簡単に作られました。それでは、気に入った方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。おまけです、しばらくエンジン回したらライトつきました。ただこのつくのが遅い理由がちょっとわかんないんで誰かわかる方いたら教えてください。